2006年のオリックスバファローズでは2006年のオリックスバファローズにおける動向をまとめる。この年のオリックスバファローズは中村克弘が1年だけ監督を務めたシーズンである。大木明羅前監督が高齢のため優退したことを受け、急遽1995年まで阪神の監督を務め退任後は GM として 選手獲得の指揮を取っていた中村克弘が11年ぶりに監督として9回復帰。中村新監督は現場の指揮を取る傍らフロントも兼務したため選手起用などはコーチ陣に一任されることになった。チームは巨人を自由契約となった清原和弘や2004年まで近鉄でプレーしていた中村のりを獲得して打線の強化を図ったが、 それ以外の戦力は前年と変わらなかった。清原、中村の加入でチームは4月を超えながらも3.5ゲーム差と検討するが5月以降は清原の怪我、中村の不審や故障者が続出したことにより、首位に立った日本ハムや2位の西武などに突き放され、終盤は楽天の追い上げがあったが、かろうじて5位を死守した者の成績は前年から低下した。 新戦力の不振や故障者続出の責任を取り、中村監督は1年で辞任し、フロント業務に専念した。表彰選手なし、ありがとうございます。